はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。まあ、大変なニュースが入ってきております。はい、えー、マスクちゃんですね。いいーーロンのマスクちゃんのお話でございます。はい、えー、どうやら、あー、まあ、募集をしてたみたいなんですよ。まあ、お体がね、不自由で、いろいろとね、えー、自分で動けない人に、えー、募集をしてたんですよ。はい。 え考えるだけでね、パソコンが動かせるようになりますよーって。はい。えー、わかりますよね。ここまで言うとね。ノーです。はい。ノーですね。ノーブレインでございますね。ブレインにね。はい。えー、ブレインに、例のね、えー、例の、はい。ポテトチップスでございますね。ごめんなさいね。これ、言えないんですよー。 きちんと生地になってるんですけど、なぜかね、あの、嫌がるんですよね。はい。あの、ようつ爪さんがね。なんで、ポテトチップスで勘弁してください。はい。で、皆さんもね、あのー、 コメントを気をつけてください。よろしくお願いします。ポテトチップスでお願いいたします。はい。えー、わかりますよね。言いたいことね。はい。えー、脳にね、ブレインにね、ポテトチップスを入れたあ、いわゆるね、えー、ヒューマンが誕生しましたよということで話題になって、これ、ヤフーニュースさんに載っております。はい。えー、インの暴論でもな、 でもございません。はい。えー、まあね、えー、こうやって、えー、脳にね、はい、脳にね、ポテトチップスをこう入れてしまうとね、はい、えー、お体の不自由な人でもね、難なく仕事がこなせますよ、ということでございます。<laughs> もうね、はい、もうあれな感じなんですけど。で、えー、し、あの、28日に、 はい。埋め込みのね、えー、オペは行われたみたいです。埋め込みのね、オペレーションはおこれ行われたみたいで、えー、これね、えー、今のところ順調に回復されているそうです。このヒューマンの方はね。はい。良かったんでしょうか悪かったんでしょうかね。えー、まあ、あ、これね、去年かな一昨年かなちょっとね、えお、きょ、 一昨年だったかもしれません。記事を見た、とある記事を見たんですけど、これおちゃるちゃんですね。おちゃるちゃんで実はね、実験をやっていまして、お、おちゃるちゃん、これを埋め込んだおちゃるちゃん、あの、ほぼほぼ9割型4されたみたいなんですよね。はい。えー、これどうなるんでしょうかね。 はいまあ、多分同意してねもしかしたらそういうことになるかもしれませんからねっていうこそれを理解してね、えー、入れてくださいねっていうことに、あのーまあ、同意書を読んで同意してねでやったんだとは思うんですけどはいやったんだとは思うんですけど、はいえー、もはや陰の暴論でも何でもありません。はい えー、わかりますよね。はい。えー、なんでね、イーロンのマスクちゃんもね、えー、こっち側だーって言ってる人いますけど、やってることはあっち側です。はい。 はい。やってることはあっち側なんですよ。わかりますよね。まあ、ぬっぽんがあやろうとしているあの例のムーンのショットとでございますね。ムーンの内打ち計画でございます。月のね、月の内打ち計画でございます。はい。これそのものでございますね。はい。えー、なのでね、お体の不自由な方はちょっと気をつけた方がいいですね。これね。はい。 えー、特にね、こうあのー、マイナーなカードなんて持ってたら、これ対象になっちゃうかもしれないんでね。えー、本当はあの、これ気をつけた方がいいと思います。本当に。はい。あのー、そういったショットの計画そのものですから、これ。わかりますよね。で、とりあえず、今のところね、この、チップ、 プを入れた方ですね、えー、脳にはい、えー、一応ね、あの脳からあきちんとね、あの電気信号がね、パルスが送られてきてますみたいな報告が上がってます。はい、えー。パルスが送られてきてるっていうのは向こう側の私のまあ考えていることですよね。この脳の考えていることがあまあ向こう側に手に取るように分かってしまうということですね、動きが。<laughs> あー笑いい事でではないですけどねえー、まあこれいいんでしょうか悪いんでしょうかね。で、えー、持って、えー、じ考えるだけでね、えー、こう PC があこれでね動かせるようになるかもしれないよということでもう全然ねあのー、手が不自由でも足が不自由でもねどこが不自由でもね脳だけあれば仕事ができますよっていうことですよねー。 はい。なんか現実味を帯びてきましたね。どんどんと。はい。えー、もはやこれ、陰の暴論でも何でもございませんね。はい。えー、実際にこういうことが行われております。で、マスク氏は、まあ、こちら側とは言い難い人物だと思いますよ。私。なんで、X は使っておりません。はい。えー、一応アカウントは持ってるんですけども、何年も行って、 ていません。はい。え、まあ、昔の投稿もね、え、全部塗り絵関係なんで、はい。ほぼほぼね、あまりあのー、関係ないことを、はい。まあ、そういうことでございます。皆さん注意しましょうね。こういったものに、X もちょっとまずいかもしれませんよ。なんて言ってもね、マスクちゃんあっち側の計画とおにそっ。 たことですね。あっち側の計画に沿ったことを行動やしてますから、はい、えー。人は言ってることとやってることが違う場合、どっちが本心かというと、やってることの方でございます。はい、えー。口で言ってることは本心じゃない場合がありますが、やってることはほぼほぼ本心ですからね。はい。えー、そういうことでございますね。 えー、まあ、マスクちゃんを信じてらっしゃる方もね、たくさんいるようなんですけど、おまあ、残念なところという感じでしょうかね。はい、やってることはあっち側そのものでございます。えー、いわゆる月ですね。月の内計画そのものでございます。はい。えー、まあ、そういうことなんですよ。はい、えー。皆さん注意しましょうね。いろんなアプリに。 はい、いろんなアプリに注意しましょうね。で、えー、まあちょっとお体が不自由な方は本当にあのそういったあ自分のね、えー、情報ですね。マイナーなカードとかそういうもので、えー、取られないようにしてください。はいえー、これあの対象になってしまう、えー。多分一番先に対象になると思います。こういう方がね。なんで、えー、まあこういう方もね、えー、見ておらしいらっしゃると思うんで、とりあえず注意喚起しときます。 はい。えー、もう、あのー、なんて言うのかなあ。自分の勝手だろうなんて、まあ言っててもいいんですけど、まあ自分の責任は自分で取るということになるんでね。はい。えー、もしこういうのが嫌だと思うんだったら、まあね、えー、そこそこ対処した方がよろしいですよ。はい、そう思います。 えー、まあねこんな話になってしまいましたけどマスクちゃんもねマスクちゃんもあっち側ですよねはい、まあ、そういうことでございますそれでは皆さんまたごきげんようこれがね本当にあのー、日本が計画している、えー、月のねウッチの計画そのものですからはいそういうことです えまたごきげんよう沖縄おばばでございました。かわいいでちゅね。はい。